わらわの後に繰り返すんじゃ。あーん、ほれ早く。うむ、なるほど。少なくとも脳に支障はきたしていないようじゃな。うん、やっとのことで地面に埋もれておるようなわっぱを運んできたのじゃ。そうまでしたのに再起不能となっておっては残念すぎるじゃろ。うい、さっきから聞きたかったんだけど、なんかお前の話し方とか雰囲気とか、オイラたちと最初に会った時とだいぶ違うような。そうか、おそらくあの巫女どもを下がらせたからじゃろう。それにわらわはずっとこんな感じじゃぞ。人々が見せるのは常に自分が見せたい姿だけなんじゃ。わらわはその点についてよく知っておる。じゃからどの一面であろうと全て本物の自我。ただ人とはそれらを無意味に定義したがるものなんじゃ。差し当たって人間に属するこの社会において、わらわも自分の好きなようにやっておるだけじゃ。全然わからないもっと人間というものを研究するんじゃな、小さいの。何時にもわかる日が来るじゃろ。オイラも気になるぞ。オイラあの時旅人のことばっか見てたから、お前が何をしたのか全然わからなかった。鳴神大社の秘宝じゃ。あの残票というものが一瞬にして地面にひざまずき命乞いをしてきたとわらわが言ったら信じるかそのようなことを考えるより、どうわらわに恩を返すか考える方が重要じゃぞ。そうは思わぬか。でなければやはり頭に何らかの支障をきたしているかもしれぬな。とは言ってもそれほどかしこまる必要はない。わらわが欲しいのは汝の行動じゃ。汝は今まだ邪眼のことについて考えている。そうじゃな。安心せい、すでにあの渡墨島の指揮官が手下を率いて総統に出向いた。それに邪眼の使用を禁ずる重大な軍令も発せられておる。あの残票というものも拠点が露呈している状態で自らの同僚のため無駄な抵抗をすることもないじゃろ。はあ、時間があったらあのファデュイどもの苦しむ姿をぜひ見てみたかったんじゃが、産後の宮ここみという女、実にやりおる。彼女に会ってきちんと話をしてみたいものじゃが、信仰の違いとは厄介なものじゃな。厄介？お前は鳴神大社の宮司だろ。これを汝に伝えたのは安心させるため以外にも汝に頼み事があったからなんじゃ。汝、あやつに会ったな。わらわが言っているのはその人形ではなく彼女に会ったのかと聞いておる。そう、自我を維持するため一心浄土で無限の瞑想を続けている本物の雷電将軍、その名はエイ。それって儀式にいたのは人形で、本物の雷電将軍はその後に会ったやつだったってことか。つまりあの時変わったのは戦場だけじゃなくて相手も違ってたと。あれこそ雷電将軍の永遠だからじゃ。この国の永遠を追い求めるにはまずは己が永遠に触れねばならぬ。肉体はやがて土に帰り、人形がそれに変わる。精神は摩耗からは逃れられぬ。あやつは自らの意識をその刀に宿し、瞑想を用いて
すべての障害を回避しているんじゃ。じゃあ、あの刀で切り開かれた空間が一心浄土、あやつの心の世界のようなもの。基本的には自我の存在のみを許す空間じゃ。自我の世界に閉じこもり、外の雑務はすべてただひたすら永遠へと突き進む人形に任せておる。それがエイが模索した永遠への道じゃ。モラクスのことか。もう久しく会っておらぬ。リーユへの神がそのような選択をするとはな。やはり面白い神じゃ。でもライデン将軍のやり方は確かに勝利が言ってた問題を回避できるかもな。じゃが、あやつのやり方、まるで自らの部屋に閉じこもる拗ねた子供とそっくりじゃと思わぬか。あやつの言う永遠はもうとっくにあやつの思う永遠になっておる。つまるところ失うのが怖いんじゃ。汝とわらわは同じ立場におる。汝はメガリレーから稲妻の民を救いたい。それはわらわも同じじゃ。ただついでにこの国とあやつも救いたいのじゃ。そしてここが肝心なんじゃが、一心浄土がエイの心の世界を表しているというのなら、そこであやつを打ち負かせばあやつの意志を変えることができるやもしれぬ。それがお前の考えたメガリレーを廃止する方法か。言葉で説得したり抵抗軍の力で改革を起こしたりするんじゃなくて、直接ライデン将軍の心の世界を変えるのか。理解が早いな。ともかくこれこそ稲妻が暗黒の永遠に陥る前にそれを正しい軌道に戻せる唯一の方法じゃ。まだ自分が特別なことを認識しておらぬのか。言ったはずじゃ。一心浄土は基本的に自我のみを許容する空間。汝がそこに行けたということはつまりあやつは汝に十分な関心を持っているということじゃ。あやつもきっと永遠にとってこれほどまでに不安定な個体は見たことがなかったんじゃろう。他のやつは入ったことないのか。あの永遠の信徒が自我を閉じ込めた時から今まで一度たりともなかった。それどころかあの空間がどのようなものなのか知る者もおらぬ。汝の存在は契機だけでなく鍵でもあるんじゃ。やはりわらわの期待通りじゃな、わっぱよ。あれ、もう行くのか。どこに行くんだ。対ライデン将軍特訓、汝のために特別に用意したんじゃ。ライデン将軍の技が再現できる宝器とでも言おうか。わらわの記憶を頼りにそっくりに作ったものじゃ。あやつの武道が鈍っていなければな。事前に技を学び対策を立てれば戦いも有利になるじゃろう。あやつの技に耐える練習をするといい。一度はあやつの手中から逃げられたのじゃから、これしき難しいことではないじゃろう。
君に捧げよ。にそれを聞くのか。そうじゃな、わらわが雷神の眷属であるからじゃろう。おえ、トワリンとバルバトスのような関係なのか。全然そう見えなかったぜその感じ、わらわの狐お姉さん姿に興味があるような口ぶりじゃの。調子に乗るな。ぐふ。気にすべき点はわらわの姿ではなく、なぜわらわがあやつと会わなくなったかじゃろ。永遠に変わらない国、それはわらわとあやつの夢じゃった。じゃがわらわはそれが完全なる静止を意味するとは思っておらんかった。その時からあやつはわらわの手の届かぬ道を歩み始めたのじゃ。A が一心浄土に踏み入る時、わらわに別れの言葉もなかった。わらわの独りよがりなのかもしれぬが、それがあやつの友情を永遠に保つ方法だったのじゃとわらわは思う。別れを告げず会うこともなく、わらわたちの関係は永久にあの時のまま保たれる。少なくともあやつはそのように考えておるのじゃろう。全く異なる二つの永遠の道に分かれた今、現状を維持し続けるのか、どんな犠牲を払ってでもあやつを正しい道に戻すのか、どちらかを選択することができる。わらわは後者を選ぶことに決めたのじゃ。もし一心浄土に閉じこもることがあやつにとって永遠への道というのなら、あやつを自我の世界から引き戻すことが永遠の眷属であるわらわのすべきことじゃ。ミコ、いい友達だな何時らにこれを言ったのはわらわの計画を理解させるためじゃ。あまり調子に乗るでないぞ。さあ、雑談はここまでじゃ。そろそろ対ライデン将軍特訓第2幕と行こうか。まだあったのかよ。
なかなかいい出来じゃ。ダンジラの決意と努力が伝わってくるぞ。じゃあオイラたちはこれでライデン将軍に勝てるのか。まあ全くかなわないじゃろうな。おい、じゃあ全部無駄じゃないか。ナンジラは計画で最も重要な歯車なんじゃ。わらわには考えがある。賞賛が全くないわけないじゃろ。そういえばわっぱよ、ナンジは抵抗軍をどう見る。うむ、確かにたとえ幕府軍との正面対決で優勢を取ろうと、ライデン将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ2番隊の隊長なんだぞ。蔑んでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。ここで話すとしよう。ナンジが気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり一番重要なことが何なのかわかるか。あ、なんだ。情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か綾香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の2つはファデュイと結託しておる。欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢をかく乱する者が存在し、2つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、2つの奉行とライデン将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ。切り口を稲妻陣に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう。何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか。わらわが言ったのは天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、汝をきっとライデン将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。
おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条、ソラ。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか。ちっ。八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので。友と語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうことも将軍様への不敬となるのではないでしょうか。相変わらずじゃの、九条サラ殿。将軍への忠誠において何時にかなう者はいないじゃろうな。臣下として将軍様に忠誠を誓うのは当然。そして武人として将軍様の境地は私のずっと追い求めていたものでもあります。たとえ雷電将軍がいつか何時の神の目を奪うことになってもか。メガリレーは将軍様の決断、私に不服はありません。はあ。ただ忠誠も情勢によって打ち砕かれる。何時が何も分かっていないと言うべきか、唯一目が覚めているものと言うべきか、どっちじゃろうな。その言葉がどういう意味か直接おっしゃっていただけますでしょうか、宮司様。メガリレーはファデュイに惑わされたものに過ぎぬ。稲妻を陥れる悪政じゃ。そして盲目的に従っているものは他でもない。何時らの当主、天領奉行、九条家の者。それは九条家が幕府を裏切ったと。そうじゃ。理解が早くて助かるの。八重宮司様、その言葉は危険であるだけでなく馬鹿げています。三奉行は古来より将軍様に仕え忠誠を誓ってきました。私は九条家と養子に来て以来この目で見てきたのです。天領奉行にいるのは全て将軍様に忠実な者ばかり。特に当主の高行様は、あの方の無双の人たちに対する崇拝はいかなるものよりも勝ります。私の将軍様への敬意は高行様の万分の一にも満たないでしょう。そんな当主が将軍様の不利になることをするとでも言うのでしょうか。3日後じゃ。3日後、またここに来るとよい。証拠を渡してやろう。宮司であるわらわは人々が自分の信じたいことのみを信じるとよく知っておる。じゃから何時の目に映らない部分はただ目をそらしているだけかもしれぬぞ。であればわらわが悪役を演じその皮を剥ぎ取り何時に見せてやるしかなかろう。ふん。3日ですね。わかりました。しかしもし証拠がなければ九条家に対する憶測について謝っていただきましょう。それとその時は彼女も連れて行きます。ああ、よいぞ。3日後、何時のお越しをお待ちしておるぞ、お客人よ。びっくりした。九条サラがこんなところに来るなんて。ところでミコ、さっき言ってた天領奉行が裏切った証拠、もう何か見つけてるのか。分かりきったことを。もちろんないぞ。さっきは九条サラを説得するためにその場で思いついて言っただけじゃ。やっぱり神の意志を変えること自体大きな賭けなんじゃ。神を相手に完璧な称賛のある者などいるわけないじゃろ。じゃあどうするんだよ。
証拠を手に入れるには助っ人が必要じゃな。であれば今からわらわと共にその専門家を起こしに行くとするか。